日本政府が VSL 搭載実験潜水艦の建造正式発表し、海上自衛隊の潜水艦配備計画が拡大化しています。今回は海上自衛隊で原子力潜水艦を保有、建造するかという話を詳しく考察していきますね。原潜建造費に3000億円で大芸、潜水艦約900億円、VSL 搭載潜水艦が、その上、1000億円とすると、3隻ほど建造できます。世界最強の戦略型潜水艦通常動力版を、建造でだ、スペックダウンした潜水艦を売るなんてできたらいいですけど。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは、政治、財政的に、国家レベルの支援が必要だと述べたという。この発言は、アメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りに、その言葉を受け取るならば、日本が、すでに、原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまう。現状では、2022年12月の閣議決定で、安保関連3文書を、改定の上、承認したことで、防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で、2% の達成は、数値目標としては掲げられてはいる。その中では長距離攻撃が可能で、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれていた、分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として、複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態である。そのため、少なくとも、日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには何らかの意図が働いているのかもしれない。マイケル・ギルディ氏は続けて一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った軍事同盟、オーカスの件に触れ、それにより、オーストラリアが、原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げている。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は、日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目される。今のこと、ロコ人的にニュース等を確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないが、韓国の中央日報は、この件を報道し、しかも、日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示している。これは、多分に、韓国自体が、原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対して、アメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるが、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは、好対照な点は、興味深い。しかし、同時に、この2023年1月10日から、開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当している、ダリル・コードル大将が、予定の10隻に、4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いている。アメリカ海軍では、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また、年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされている。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題等で表面化していたことに加え、昨年から始まり、今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、
深刻な問題に発展しているようだ。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づき、オーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろう。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたが、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきた。そのため、本命はアメリカからのバージニア級とめされ、新ゾブン数隻と残りは、オーストラリア国内で建造する体制を整え自国建造する方法が有力視されてきたが、ここに来て、かなり、この動きに陰りが見えている、感は否めない。アメリカで、オーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から、供出する案も聞こえてはいたが、この場合、潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われている。結局のところ、オーストラリアは原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られている。さて、肝心の日本であるが、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置、維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についても、粗相の素地は備えているとは思われる。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる、労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも、運があるだろう。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に、限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足している。例えば、イギリス海軍であれば、攻撃型潜水艦も、すべて原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が、6隻の合計7隻の保有に止まり、数の面では、日本よりもはるかに少ない。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだが、収益中であるのは、リュビ級が6隻、最新型のシュフラン級が、ようやく、昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に、7隻の体制を構築している。日本の場合、四方を、広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はある。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の体系型でも建造費は上昇しているとはいえ、一隻あたり、未だ、800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば、建造費は、確実に一桁は上昇する。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって、作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は、制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが、適正な費用対効果があるか否かは、検討すべきだろう。純粋に軍事的な観点からは、日本が、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく、必要性があると思えるが、政治的に、
今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみたい。2022年6月に、翌月の参議院選挙を前に、フジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われた。ここで、番組側から、日本は、今後、原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたが、それに賛同の意を示したのは、日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は、慎重な姿勢を崩さなかった。逆に、はっきりと、日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢は、あえて聞くまでも、なく最初から予想できたというのが、偽らざる心境である。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が、民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろう。与党である自民党は、日本が原子力潜水艦を導入することになれば、膨大なコストが必要と答え、施策として、必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えている。日本はもちろん、世界各国で、通常動力型潜水艦に、リチウムイオン電池を採用する艦艇が増えてきました。今回は、海上自衛隊で、すでに搭載されている、燃料電池について見ていきたいと思います。もちろん、リチウムイオン電池の先輩にあたる、スターリングエンジンも優秀でした。と言っても、時代の趨勢、趨勢でよりパワーアップした製品が求められるのは当然でしょう。結果として誕生したのがリチウムイオン電池です。電気自動車などで利用率が高まっている水素エンジンも今後はどうなるか、ひょっとしたら搭載されるかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦白鯨波中期防衛力整備計画26中期防に基づく2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として計画されました。2019年1月25日、川崎重工業神戸工場で起工、2年後の2021年10月14日同工場において、命名式、進水式を終わりました。日本も毎年最新鋭潜水艦が次々と就役しているようですね。前述の通り、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池が搭載された理由について深掘りしていく予定ですが、他の様々な次世代電池も採用予定だったのかについても探っていきたいと思います。国防の一翼を担う海上自衛隊潜水艦には、謎はたくさんあります。まず艦隊に使われている合材から推理すると、結構深く海中に潜れるのでないかと思われるのですが、
実際は機密情報ですから、勝手な想像の域を出ませんね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは最初から非公表です。何度も言うように、最高機密ですから、力は推測するしかありません。通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている海自潜水艦について、推定されているデータを紹介していきましょう。2021年9月時点で海自最新鋭とされている潜水艦は大鯨型です。大鯨型潜水艦は、すでに就役して活動していますが、最新のものは、そう、竜型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した、11番艦オウリュウ、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦東竜、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻ということです。ちなみに、そう、竜型潜水艦のサイズですが、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンという、大型通常動力潜水艦です。このシリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していました。しかし、オウリュウ、東竜の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、そう、竜型潜水艦の当初計画では、潜航中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたのですが、この事実は、あまり知られていないようです。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。一般的に使用されている、乾電池などの二次電池と異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められているのです。防衛省防衛装備庁、旧、技術研究本部は、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池採用を検討していたのですが、使用する水銀が、大量に必要となったため断念しました。水銀は、健康被害や、廃棄などにも、問題がありますからね。そして、酸素、水素型電池の開発に方向転換し、実用化にこぎつけましたが、潜水艦への搭載にあたっては、燃料である、液体酸素の取り扱いが不安視されたのです。こういった経緯から、そう、竜型潜水艦には、AIP であるスターリング機関の搭載が決定されました。その一方、当時の技術研究本部では、同時に、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発にも着手していたそうです。では、リチウムイオン蓄電池のメリットを紹介しましょう。鉛蓄電池の欠点だった、水素ガスの発生がありません。エネルギー密度が2倍以上で、1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数を叩き出しています。充電時間も短縮し、放電による電気容量低下も少なく、長時間の効率放電が可能となりました。つまり、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数持っていると言えましょう。開発当初、リチウムイオン蓄電池は、そう、竜型5番艦から搭載する予定だったのですが、大鯨型からの搭載に変更されました。そして、結局は、そう、竜型11番艦オウリュウから搭載されることになったのです。搭載するにあたって、方法が2つ考えられました。1つは、そう、竜型のスターリング AIP 機関を維持したままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。
二つ目は、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。二つの方法を検討した結果、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合、コスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというポイントから、すべてを置き換える方法が採用されたのです。潜水艦用にあるような、リチウムイオン蓄電池、採用によって、様々な面で、高スペックにとなったと思われますが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べると、軸馬力が、8000馬力から、5600馬力に減少しているのです。ですから、鳳流、闘流は10番艦までと比べると、水中での瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下してしまったということになるのです。とはいえ、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までは最高出力20ノットになるのがたった5分間ですし、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、鳳流、闘流の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びているのです。原潜は半永久的に潜航できますから、比べれば物足りないかもしれません。しかし、人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども、食料補給や乗組員の休養のため、定期的に浮上することは必須条件です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分でしょう。従来まで使っていたディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、フル充電には、シュノーケル航行時間が5から7時間必要と見られますが、リチウムイオン蓄電池は急速充電ができるので、2から3時間で可能です。ということは、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されますから、敵から発見されるリスクも軽減しているということになります。実は、潜水艦の最大潜航深度については、最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、そう、夕方の潜航深度は、600M から 700M と予測されているようです。さらに、そう、流型艦隊には NS110 鋼材という世界でも最高水準の鋼材が使用されていますから、理論上は 1000M の水圧にも耐えられるはずなので、最大潜航深度は900M までは可能とも推測されているようです。ちなみに、海外の通常動力潜水艦でも、輸出タイプのものは、性能が概略ですが公表されています。最大潜航深度については、ロシアのキロ級潜水艦が 300M 程度、ドイツの209型は 300M、214型でも 400M 程度と記載されています。原子力潜水艦での最大潜航深度は 500M から 700M と推測されますし、アメリカの高性能原子力潜水艦シール普及などは 900M から 1000M と言われているようです。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度は 600M と言われていることから推測しても、そう、流型や次世代の太平洋型潜水艦の最大潜航深度は、原子力潜水艦と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで
自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから。この生殖性についても、カイジの潜水艦は世界でもトップクラスです。もちろん、乗組員も任務を厳しく自覚して、敵のソナーマンに音を捕捉されないように静かに行動しているはずです。その点、賑やかな中国の源泉と比べると、乗組員についても、潜水艦自体にしても、スペックははるかに優れていると断言しても良いという声があるようです。三菱重工神戸造船所で、太平洋型潜水艦3番艦の進水式行われ、神鯨潜水艦が誕生しました。今回は、この神鯨、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで充電時間の短縮が今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は水素エンジンで水素を同時に作り出すシステムになるのかも気になりますよね。源泉を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、太平洋型のネームシップで、1番艦の太平洋を就役させていたが、この10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、神鯨と命名する式典を執り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められる神鯨だが、この艦名は、漢字では、シンクジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、太平洋型の2番艦の枠ゲイは、昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも、一年に、一隻の新造と、収益のサイクルを遵守している、ことも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた、潜水艦隊22体制の構築は、一番艦の、太平洋が収益を迎えた、2022年3月時点で、予定数に到達しているため、今後は、前々級の親潮型が、順送りに、退役を迎えると考えられる。もともと、16隻体制から22隻体制へと、中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた、海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下では、さらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと、想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を、建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から生み出されている状態である。今回の神鯨は、三菱重工業者の神戸造船所が建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。
潜水艦に限らず、自国でこうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、太平洋型3番艦の神鯨だが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている主な仕様である。太平洋型は、基本的に前級となった、そう、流型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、太平洋型は、双流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、そう、流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。太平洋型の推進方式は、そう、流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS 湯浅社が手掛けたものだが、この搭載を当初より前提に建造された太平洋型では、その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、太平洋型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与していると召されているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、太平洋型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合輪の機関を搭載する、前級の、そう、流型の後期の2艦の速力は、水上13ノット、水中18ノットほどとされており、太平洋型も、これと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に、原子力推進を採用している原子力潜水艦が、軒並み、水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに太平洋型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるが、いずれも、高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型より、はるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は、速度においては顕著であるため、日本も、いずれは、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという、主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。
確かに、これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という、二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も、視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び、自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、自国に必要な数以上の建造は、すぐには困難なようだ。その上で、さらに、オーストラリアが、島嶼群を除いて、自国内での建造を前提に、この計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な、設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益は、かなり難しいと思える。日本でも、原子力推進というだけで、建造に、アレルギー反応を示すような風潮は、以前と比すれば、減少したことは、好ましいと思える反面、手掛けたことの、ない原子力潜水艦を建造し維持していくためには、費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに、攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している、現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアが航空母艦を保有しているとは言っても、1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが、実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは、遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には、通常動力型潜水艦では、随伴は、不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。